富安徳久は、日本の実業家。愛知県保育園市宮町を生まれ。ティア代表取締役社長。人生支持塾主催。1960年愛知県保育園市宮町を生まれ。高校卒業後、大学の入学直前に葬儀アルバイトを経験。感動して、大学進学をやめ1979年に葬儀会社に入社。 1981年には、東海地方の大手ご助会に転職すると、25歳で、葬儀会館の店長に抜擢される。ところが、生活保護者の葬儀を引き受けないという会社の方針変更に触れると退職し、1994年に、同業他社に転じて、年俸契約社員として、総裁業に泊まり独立開業を目指す。 1997年に株式会社ティアを設立し、代表取締役社長に就任すると、創業10年で、東海地方の総裁業発の上場を目標に掲げ、計画を1年前倒しして2006年に、名称セントレックスに上場。後に、名古屋証券取引所市場、第2部へ変更。生前の葬儀費見積もり並びに適正価格の公開。 価格引き下げを総裁上の件数を増やして収益確保を進めるなど、総裁業の事業システムのイノベーションを起こし、総裁業の召喚集の合理化を提言。営業の基本に顧客目線を意識し、顧客の予算と葬儀のオーダーメイド化の両立を考えさせる社員教育を徹底してきた。2000年代初めには、折から映画、送り人の興業成績が伸び、 葬儀や葬儀業界が注目されると、そう,う、プロとして性を充実させるにはきちんと、ゴールがそこにあると受け止めること、喜びや楽しみに加え、不本意な体験、あるいは辛さや悲しみに見舞われる、人生を面白いと語り、就活の最終ステージにどう向き合うか示した。あるいは2011年の大震災を契機に、誰しもいつかは、 想像される身であり、自ら家族や友人に感謝を伝える方法を説いたり、また親しい者の,の弔い方に具体的な助言を添えてきた。日本で一番ありがとうと言われる葬儀者を企業目標にしている。ありがとうございます。